今日のテーマは自分の使命の見つけ方です。本当にやりたいこと、自分の使命を見つけるための方法はいろんなところで紹介されているんですけれども、基本的には自分にいろんな質問を投げかけて自分と対話をするということに集約されると思います。そこで今日はその対話をする際のポイントについてお話しさせていただきます。自分の使命を見つける対話、自分との対話において大切なこと、それはスペースです。どういうこと？はい、これから説明してまいります。まず使命っていうのは自分で見つけるものだって思っている方が多いと思うんですね。私もそう思ってました。それでずっと探し続けてきたんです。ずっとっていうのはどれくらいかっていうと、子どもの時からです。私は小さい頃からですね、大きな病気や事故を繰り返し経験してきました。そのためどうして自分は生きてるんだろう、一体生きて何をすればいいんだろうっていうことをいつの間にか考えるようになったんですね。まあ、でも子供の頃にそんなことを考えても全く分かりません。むしろいつか死んじゃうんだなっていうことが怖くて、よく夜になるとね、こう天井を見ながら泣いたりしてました。で、まあ考えても仕方がないんだからもう諦めて人生を楽しもうって思うんですけれども、これが何をやってても結局楽しくないんですね。で、やっぱり人生の意味って何なんだろう、生きる目的って何なんだろうっていうところに戻ってくるわけです。そして今からちょうど5年前、私はメンターに衝撃的なことを言われました。一体いつまでそんな暇つぶしみたいな人生を送り続けるの。いや、これはショックでしたね。やっぱりどうしても自分が生きる意味を見つけたい、本当にやりたいことを見つけて、暇つぶしみたいな人生じゃなくって、やりたいことをやって充実した人生を送りたいって思ったんです。それでそこから1年間、一切仕事をしない、人にも会わない、自分と向き合う時間を作りました。そうは言っても自分は弱いのでね、携帯電話の番号も変えて、引っ越しもして、 SNS も全部やめて、誰とも連絡が取れない状態に自分を置いたんですね。その結果分かったこと、それは人生の目的は自分で見つけるものではなくて、その目的が私という人間を通して表現されていくように、自分を開くこと、スペースを作ることだって分かったんです。するとそのスペースを通して人生の目的っていうのは実現されていくことになります。過去の後悔、未来への不安、あれやんなきゃこれもやんなきゃって頭の中をいっぱいにするんじゃなくって、頭の中も心の中もスペースを作ること、そのスペースこそが人生の目的というものが現実になって展開していく扉みたいなものなんですね。アインシュタインが、問題はそれが発生したのと同じ次元では解決できないっていう言葉を残しています。つまり人生の目的って何なんだろうって考え始めたその次元では実は解決しなくて、そうじゃないスペースっていう別の次元で解決していくっていうことなんじゃないかと私は思っています。そしてそのスペースというものをベースとして、これまで生きてきた人生の物語を読み解いていくんですね。
スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行った有名なスピーチがありますね。点と点をつなげて線にしていくというスピーチ。まさに自分の人生の物語、それを例えて言うならば、こう一本の映画のようにですね、その人生のストーリーをこう読み解いていくんです。自分が主人公の映画、それが自分の人生だとすると、その映画を見ながら、その映画がどんな脚本で作られているのかっていう、この全体像をですね、まるで脚本家や映画監督になったような監督感覚で、まさにメタの視点で見ていくわけなんですね。すると自分が自分の使命というものを生きるために必要なものは、なんともうすでに全部与えられているっていうことに気がつきます。逆に言うと、必要じゃないものは与えられてないっていうことにも気がついていきます。例えば私はそういう事故とか病気とかが多くて、まあそんなにこう丈夫な体とは言い難いんですけれども、まあだからこそですね、あんまりこうアクティブに動かないんですね。すぐ疲れちゃうから。でもそのおかげでずっと家にいることがノックでもないというよりも、むしろ大好きなんです。おそらく、多くの方がね、私みたいな生活してたらもっと外に出かけていきたくなるんじゃないかと思うんですが、もう私はずっと家にいてもとってもハッピーなんですね。まあだからこそ、こう人生の目的を考えるとかで、そういうこと、自分を探求していくっていうことが本当に楽しいし喜びなんです。これもし丈夫でめっちゃ元気な体が与えられてたら、私はこうもっとアクティブにね、外にどん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 出てったんじゃないかと思うんですよ。でもちゃんと自分の目的、人生の目的というものを実現していくために、それは必要じゃないから与えられてないんだなって思ってます。スペースを作り、自分がこれまで生きてきた人生の物語を読み解いていく。すると実は全てが与えられていたことに気がつく。鍵となるのはスペースだと思います。自分軸を見つける、これが私の生きる道。満月セミナーは今夜開催です。後からアーカイブでもご覧いただけます。皆様のご参加お待ちしております。